うわ、これアグネーがやったの？やっぱアグネーは村に収まる器じゃねえべ。パーラどこ行ってたんだ、心配して。いいキイチゴがなくてさ、森の奥にね。ごめん。まあいいや、無事でよかった。あ、さ、ともかく帰るわよ、お祭りが待ってる。でもアグネ、お祭りで踊るんだべ。一丁らが泥だらけじゃん。それじゃあ、まあしゃあないっしょ。父さん、ただいま。ボロボロでねえか。うん、いろいろあってね。でも私これでも踊るよ、みんな待ってるから。おう、ちょい待ち。暗くてよく見えない、なんだろう。父さん、なんか渡したいみたいだけど。ほら、ああいう人だから素直じゃないからさ。アグネーから言った方がいいんでない？そっか。これは母さんの衣装。お前に合うよう仕立て直した。父さん、その服きっとみんなのためにボロボロになったんだべ。母さんそっくりだ。父さん、そうだよ、みんなを幸せにするのがスターだからね。行ってこい、アグネア、みんなが待ってるんだべ。行ってきます。アグネア、待ってたぞ。アグネアの踊りがねえと始まんねえべ。ありがとう、みんな。みんなのために踊るわ、心を込めて。おはよう、パラ。おはよう、アグネ。もう出る時間だべ。みんな村の入り口で待ってるってさ。どうしてもアグネーの門出を祝うって聞かねえんだべ。みんな、たまったお金で旅の支度も整えられたし、じゃ行くね。アグネア、行っちまうのかよ。寂しくなんかねえべ。そうだべ、みんな。おお、アグネアには腹いっぱい笑顔にしてもらった。笑って送り出してやるべさ。みんな
ありがとう。アグネア、スターになるまで帰ってくんなよ。絶対だぞ。うん、またいつか踊らせてね、ガス。アグネ、言えんことは任しといて。大船に乗ったつもりで。頼んだわよ、バーラ。本当に。父さん。あの踊り、母さんみたいだった。あれは母さんの歌だったけど、いつか私の歌を作るの。それで世界中のみんなを幸せにするんだ。風邪ひくなよ。うん、父さんもね。じゃあ行ってきます。みんな、ありがとう。ありがとう。あ、踊りなら得意だし、きっと力になるね。ここは俺は気を失っていたのか。助かった。俺はオズバルド、学者だ。お前は旅人か。俺は人を探している。お前も目的があるのだろう。ならばどうだ、しばらく行動を共にするというのは。その方が合理的だ。俺の魔法は役に立つ。良い選択だ。万物には根源がある。無からは何もなされない。因果の果てに解は導かれる。オズバルド被告、無実を訴えるのか？炎が消し止められた後、妻と子の死体が見つかった。黒焦げになって、それは目を覆うような無残な姿でな。死因は火災による焼死にて異論はあるまい。だが不可解な点がある。現場には火種となりうる痕跡は一切発見されなかった。つまり炎は起こるはずがなかったのだ。魔法でもない限りは。オズバルド被告、貴様は魔法学者だったな。これは単なる偶然だろうか。いや違う。我々はあらゆる手段で事件を検証し、結論に達した。貴様以外に犯行をなせた者はいなかったのだ。赤学王アレファンの皆において、ここに判決を下す。被告オズバルド・フォン・バンシュタイン、妻子殺しの罪で終身刑とし、監獄島へと収監する。言い残すことはあるか？ハーベイ、
俺から全てを奪った男よ。貴様を殺すぞ。必ずだ。